おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1713です。はい。今回紹介するのはですね、前回、前々回、まあその前からやっております、キューキットですね。こちらの方の組み立ての第3弾という感じになっております。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、SD 戦国伝風林火山編の BB 戦士火炎のダブルゼータ。こちらの方をね、今回もまた組み立てをね、やっていきたいと思います。で、箱のね、仕様を見ていただくと、まあ、前にね、2回やったやつと基本的に同じ感じですね。ここのところになんかちょっとね、鎧があって、まあ、こんな感じのダブルゼータ。これがいますよと。で、この2つを組み合わせたのがこちらという風になっている、まあ、共通の仕様の箱という風になっておりますね。はい。以上、こんな感じのやつを紹介したいと思います。で、こちらに関しましては結構箱がボロボロなので、まあ、再販なのか、当時品なのか、ちょっとね、中身を見てみないとわからないという感じかな。一応、こんな感じの箱絵になっております。で、側面を見るとこんな感じですね。はい。こちら。武者ダブルゼータ。で、こちらのタンクのところにパーツをつけて、武者タンク。で、これが炎の鎧。これを組み合わせて、火炎のダブルゼータになると。まあ、共通ですね。今までのやつと同じ感じになっております。で、側面ぐるっと見ていくと、こんな感じで、まあ、ここのところにね、銃みたいなやつを撃ってる。で、さらにタンクに乗ってこんな感じっていうね。はい。一応こういうような仕様になっているというふうになっております。はい。で、多分この辺の住所とかが多分今と違ったりとかね、いろいろあると思いますけど、まあ実際中身を見ていかないとね、どれぐらい古いものなのか、当時品なのか、それはちょっとわかんないんでね、まあ早速見ていきたいと思います。はい。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。これも今までのやつと同じ感じですね。ここのところに赤いパーツ、メッキパーツ、シールが入ってますよ。まあこのパーツが入っている一つの袋と、他のやつですね。顔があったりとか、兜のパーツがあったりとか、こんな感じになっていると。で、ここのところが、こっち傷で止められているんですね。こちらのやつは、普通にこういう風にね、密閉型っていうか、こんな感じになってますけど、古いタイプのやつって確かこういう風に、こっち傷で止まってるんですよね。これに関しましては、以前紹介した BB 戦士のケンプファーですね。あれと同じ仕様になってますんで、多分これは当時品じゃないかなと思います。はい。で、こちら説明書ですよ。で、こちらの部分を見ていただくと、まあ、これもね、今までのやつは共通の仕様ですね。武者ダブルゼータ、メディテーションモード、火炎のダブルゼータ。で、多分今回作るのがこちらの形になるんじゃないかなと思っております。で、下のところ、ここのところに、火炎のダブルゼータ、軽装タイプ、武者ダブルゼータ。そして大砲と武者タンクと。まあ、こんな感じで載ってますよ。で、裏を見ますと漫画がこんな感じ。これに関しましては前回の続きかな。まあ、こんな感じでこうだーっと来て、まあ、火炎のダブルゼータが出てきて、どうのこうの。こういう感じでおしまいという風になってますね。一応こんな感じの内容と。で、全ての漫画ですね。これを一応確認するんであれば、以前紹介した暗黒のかけらのね、若ザクトとかね、その辺のやつの漫画も最後にちょっとおまとめしてね、お見せしてる部分がありますんで、それと以前紹介した2つですね。ハヤテのニュー、密林のマーク2。で、今回のカエのダブルゼータ。一応これをね、合わせていただくと、なんとなく作品がね、掴めるかなと思います。はい。で、中身を見ますとこんな感じですね。まあ、ランナー一式、頭部から始まってガーッと作ってって、ここの段階で軽装タイプが完成する。で、その次に武者タンクを作り、下のところで武者ダブルゼータ。で、武器を持たせますよ。で、火の鎧を作り、装備させて火炎のダブルゼータ。まあ、こんな感じになっているというふうになっておりますよ。はい。一応こんな感じの内容になっておりますんで、まあ、以前と同様にですね、今回はこちらの武者ダブルゼータ。これをちょっと作っていきたいと思いますんで、まずこちらの方のパーツですね。そちらを用意する前にこれ忘れてました。はい。一応こちらの紙ですね。今度は火の書ですね。こちらがありますよ。で、まあ、どういう経緯でね、火炎のダブルゼータになったかっていうのがこちら載ってますんで、まあ、これを見ていただくと、まあ、こんな感じで、鎧を手に入れたというかね、まあ、一応こんな感じの内容というふうになっておりますよ。はい。ということで、まあ、先ほども言った通り、こちらですね。今回は武者ダブルゼータを作っていきたいと思いますんで、早速、パーツの方ですね。それをささっと準備していきたいと思います。はい。パーツの方準備できました。ここのところに頭部とかボディですね。で、腕と足、兜と、こちらが大砲ですね。で、手前のところに剣、そして肩アーマー。で、あとここのところにタンクのパーツ、そちらを用意してあります。はい。ということでですね、早速作っていきたいと思いますけど、組み方自体は以前紹介しました、ハヤテのニュー、あとは密林のマーク2ですね。それと同じような感じで作ることができますよ。一応こちらのパーツですね、この2つを重ねて、まあ頭部になりますよと。で、ガチッとしっかりつけてあげると。そうすると、まあこんな感じでね、まあとりあえず頭部パーツができましたよと。で、次にボディーパーツですね。こちらを作っていきますけど、ここですね、いつもの通り中にポリキャップを全部で5つつけるよと。で、今こちらにね、6個用意してありますけど、1個はタンクで使いますんで、一応タンクの方に1個避けておきまして、こちらのところに今1個ずつ配置していくと。
で、これはね、今までと同じパターンでささっとね、入れることができるんで問題はないんですけど、これですね、ずっと言っておりますけど、このポリキャップは中でね、うまくはまらない可能性がありますんで、一応この状態でポリキャップの配置が終わったら、とりあえずね、こういう風に入れてみましょうと。で、グッと入れた時にちょっと抵抗があるっていうことは、うまくね、はまらない可能性がありますんで、この状態でグッと潰してしまうと、ポリキャップのね、軸が潰れてしまう可能性がありますんで、はまらない時は一応この状態で、とりあえずキープですね。一旦置いておきまして、先に腕とか足を作ると。で、このパーツ2つですね、これを重ねてあげると、簡単に腕と足ができますよと。まあ、これはね、今までと同じパターンで作ることができるんで、まあ問題ないと思います。で、こちら、パパッと作るとできるんですけど、非常にちっちゃいと。で、今までね、紹介してきました、密林のマーク2、ハヤテのニューと比べて、多分ね、ちっちゃいと思いますんで、可愛らしいのが出来上がる。そんな感じになっております。足に関しましてはね、従来と同じような感じでパパッと組むことができますよと。ただこれ、グッと入れた時に、うまくはまらない場合は、ハヤテのニューをね、作った時に言ったと思いますけど、軸をちょっと短く切ってあげて、はめ込むと。で、その後隙間の部分を流し込み接着剤で固定するとかね、そういうような方式で作った方が一番楽だと思います。で、これができましたら、中に配置しておいたね、ポリキャップに差し込んで、こういう風にグイグイっと動かしてあげて、ちょうどね、前と後ろのところの受け部分にしっかりとね、はまるように調整して入れてあげると。で、これが1個準備できたら次にもう1個やってみると。こういう風な感じでね、ちょいちょい調整しながらうまく入れてあげますよと。はい、すべてが段取りできましたので、この状態でギュッと入れてあげると、ちゃんとね、隙間なくぴったりと入れることができましたと。はい。で、この状態で作ることができましたんで、これで、軽装タイプのダブルゼータですね。これがとりあえず完成しましたよと。で、次に、兜ですね。作りたいと思いますけど、兜に関しましても、今までと同じパターンですね。こちらの中のところに、取り付け用の軸パーツをざくりと、こう差し込んであげて、これで閉じますと。で、これなんですけど、今までは全面つるんとしてたんですけど、今回はここの頭頂部から伸びてるような感じになってるんで、力のかけ方をミスるとこっから折れます。なので今までのようにね、パパッとつけることができないので、一応ちょっとね、慎重にこういう風に刺していく必要性がありますよと。で、しっかりと差し込むと、まあこんな感じで、一部でこう吸いたりとかしますんで、ここに関しましては接着剤ですね、それでぴったりとくっつけてあげた方がいいと思います。で、これができましたら、センターのここのところにメッキの角パーツ、センターのこのパーツをまず組み合わせまして、で、これが組み終わったら、ここのところで配置しますよと。まあ、こんな感じで作ってあげると、兜パーツができますよと。で、肩アーマーに関しましては、こちらですね、切り離しおしまいになってますんで、まあ、綺麗に切り離す必要性がありますよと。そして、これが背中のパーツ。で、刀に関しましても、今までと同じパターンですね。この2つをこう重ねてあげて、頭とお尻の部分にこのリングパーツとそれを押さえるパーツっていうのがありますんで、これをつけてロックしてあげると、これで鞘が出来上がりますと。で、こちらに関しましてもね、従来とずっと同じパターンなんで、間ですね、ここのところ隙間ができるようだったら、あらかじめね、接着剤つけてしっかりと固定してあげた方がいいと思います。あと後ろの部分と前の部分ですね、これも同様に抜けるようだったらもう接着してしまった方がいいと思います。で、これが準備できましたら、刀をねスポッと入れてあげると、この形になりますよ。はい。で、ついに、大砲ですね。それ作っていきたいと思いますけど、大砲に関しましてはね、基本的に同じ作り方となっております。真ん中にこちらのパーツですね。スプリング入れる、このユニットパーツのところにスプリングをはめ込みますよと。はい。で、これが準備できたら、これの中に、ここですね。こういう風に入れますと。で、こちらのトリガー部分というかね、こちらの部分は下になりますと。今まではこう、上に見てこういう感じでしたけど、今回は逆に下になりますんで、こういう風に入れてあげて、準備ができたら反対側から閉じてあげますよと。で、ガチッとね、しっかりとロックしてあげて、こんな形を作り、一応動くことを確認します。前面のここのところにメッキパーツ、こいつを形状を合わせて差し込んでいきますよと。そうすると、このように大砲ができましたと。で、こちらの先端部分に弾丸ですね、これをカチッと入れてあげて、で、あと発射することができると。で、これなんですけど、一番奥までこう入って、先端部分がちょろんとね、見える。そういう方式ではなく、引っかかり部分がね、ほとんどなくて、銃弾がこんな感じでね、結構ニョキッと出てる。こういう感じになってますんで、まあ、つけた状態はね、あまり見栄えは良くないですけど、まあこんな感じにして発射することができると。で、結構いい威力でね、飛びますんで、これつけっぱなしにすると多分、弾なくす可能性がありますんで、使う時だけでね、遊ぶ時だけちょっと装填して使うみたいな、そんな感じの方がいいと思います。これで大砲ができましたよと。で、残りのタンクに関しましては、こちらのパーツですね。ここのへこみですね。ここのところにポリキャップが入りますよと。で、奥までズボッと入って、こんな感じに収まると。で、これ蓋はありませんので、この感じでおしまいです。
で、両サイドのところにこいつをつけていきますよと。で、こちらのキャタピラ部分ですね。これに関しましては、ここの突起部分が前面になる。まあ、こちらのね、ポリキャップの部分に合うようにつけてあげますよと。で、反対も同じような感じで、ここのところにざくりと差し込んであげると、これで組み立てる方は全て完了というふうになります。はい。で、あとはシールをね、貼らなきゃいけないので、シールの方はささっとね、全部貼ってしまいたいと思います。はい、シールの方を貼り終わりました。ダブルゼータに関しましては、頭部と目の部分ですね。で、胸元、あとこの腹部ですね。で、この前だれの部分と、あと、つま先部分。こちらを貼ってあります。で、兜は、こちらの下の部分ですね。それと、中心部分の赤い縁ですね。で、肩アーマーの前面、背面。こちらのところの赤いやつ。これは貼ってあります。一応それだけですね。で、タンクとか大砲。あと、バックパック、刀。これに関しましては、特にシールはありませんでした。はい。ということで、まずはですね、タンク。これですね。こちらのところにパーツをつけていって、武者タンクというのを作っていきたいと思います。まず、こちらの後ろのここの穴ですね。二つの穴。ここのところに、バックパックですね。これをここのところに、ブスリと差し込みますよと。そして、側面のここのところに、刀ですね。これを差し込みますよと。で、前面のここの突起部分のところに、肩アーマーを、パチパチっとはめ込んでいきますよと。はい。で、こちらメッキパーツになってますんで、これを差し込むときに広げすぎると、ここからバギッとね、割れてしまう可能性がありますんで、まあ、取り付けのときには注意が必要となります。で、これが準備できましたら、真ん中のところですね、ポリキャップのところに大砲を差し込み、こちらの上にある穴ですね、ここのところに兜パーツを差し込んであげると、これで、武者タンクが完成するわけですね。非常にいい感じにまとまっております。一応余剰品はこの弾丸以外は特に何もないっていうね、非常にいい感じ。これがですね、まあ後ろの部分にもうちょっと長くて、一緒にこうね、乗っけられるとか、そういう方式でもね、面白かったかなと思いますけど、これはこれでいい感じですね。というかこのダブルゼータ、私の中では以前紹介しました、ハヤテのニュー、あとは密林のマーク2のまあ中のね、武者ニューガンダム、武者ガンダムマーク2、今回の武者ダブルゼータ。そして後に紹介するサイコっていうのがいますけど、その中でも一番可愛いと思っております。このちっちゃさっていうかね。これ非常にお気に入りとなってます。はい。一応こんな感じになってますよと。こういう風に組み付けると武者タンクができるんで、まあこれはこれでね非常にこじんまりとしてて、なかなかいい感じ。うん。今まではね、武者イーグルとか武者飛竜みたいな感じよりもしっかりとまとまってる感じがしてね、いい感じとなっております。はい。ただ、ここの部分はね、相変わらず丸軸になってるんで、ちょっと安定感悪いですけど、まあ、とりあえずこんな感じでまとめることができましたと。ではですね、今度こちらにパーツをつけていって、武者ダブルゼータ、これを作りたいと思います。まあ、当然ながらこちらね、兜パーツ外す、こちらの大砲を抜きますよと。で、バックパックとなるこのパーツも抜きます。刀っていうかね、鞘抜いて、あと、こちらですね、肩アーマーを抜いて、この状態にしますと。で、こちらのパーツに関しましては、これでおしまいです。例えば合体時に背中につけるとかね、そういう方式ではありませんので、これは基本的に余剰品というかね、こんな感じで置いとく、そういうものになっております。で、あと、こちらのところに、肩アーマーを上からパチンとつけますよと。で、あと、反対も同じような感じでつけてあげまして、で、背中の部分に、こちらですね、バックパックをつけますよと。で、ざくりと差し込んであげて、で、今までは刀は腰につけてましたけど、今回はここですね。一つ穴がありますので、ここに対して直接ブスッと差し込むと。こんな感じになっております。で、大砲はこちらですね。ピンがありますので、ここのところにブスッと差し込んであげて、あとは兜を被せるだけと。うん。なんかこのこじんまりとしてる感じが非常に私の中では大好きな。そんな感じとなっております。一応こういう風に前に向けることもできますけど、これはですね、基本的にスポット抜いてあげて、まあ、手持ちさせるっていう、そういう方式になっていますよと。ただこれ持たせるときに、こちらですね、兜のこいつに当たってしまいますんで、正面で構えるんではなく、若干こうね、斜めにしなきゃいけないっていうのがありますけど、まあ、こんな感じで持たせることができると。で、あと、後ろにね、つけているこちらの刀は、スッと抜いてあげて、手に持たせることができますよと。で、こちらの刀は特に右、左、決まっておりませんので、まあ、こんな感じでね、保持させることができますよってお話なので、こちらの大砲を、こっちのね、バックパックにマウントさせた状態にしたときには、まあ、とりあえずね、右手で持ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、武器を持たせたりとかすることができるよと。ただ、若干きつい部分があったりとかするんでね、それを強引に持たせてしまうと、穴がね、広がってしまって、後々保持力なくなったりとかね、する原因にはなってしまいますけど、まあ、とりあえずね、こんな感じで動かしたりとかね、武器持ちさせることができますよと。で、余ったこちらのタンクに関しましては、そのままこいつをね、ポンと乗っけることができますんで、こういう風にね、完全にまとめることができる。これはいいですね。で、大砲に関しましては、ここにつけてますけど、これをここにつけてあげてね、タンクとしても一応成立させようと思ったら成立させられるかな。ただちょっと後ろ側にね、ちょっと張り出してしまうので、一緒に飾るのがちょっと困難にはなりますけどね。
まあ、こんな感じでタンクと武者ダブルゼータ、こういう風にすることもできますし、こっちにねタンクの方からこちらのね大砲を通常通りダブルゼータの方に乗っけておいて、2つをね乗っけたというかこう組み合わせた状態にして、こういう風に飾っておくこともできるっていうね、なかなか面白いアイテムだったんじゃないかなと思います。多分ですね、火炎のダブルゼータに関しましてはちょっとね古いものを扱ってるような小さなね模型店とかそういうところでね奥探したら見つかる可能性が一番高いと思います。しかも多分当時品か再販1回目のやつとかね、結構古いやつが手に入る可能性がありますんでね、一番探しやすいと思うんで見つけていただいて買っていただければと思います。はい、ということで今回はですね、 BB 戦士の火炎のダブルゼータの中から武者ダブルゼータですね、こちらの方のまず軽装タイプの組み立てと、あとタンク、そして武者タンクの組み替えと、武者タンクにつけた鎧を取り付けた武者ダブルゼータですね、こちらの方の組み立ての方をちょっと紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回は武者ダブルゼータに取り付けることができる火の鎧ですね、こちらの組み立てと、その鎧を装着した火炎のダブルゼータですね、そちらの方の組み立てを紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。